永瀬廉が選んだ誕生日プレゼントにスノーマンラウールが絶賛、マジ良かったです、筋トレ。キング&プリンスの永瀬廉と高橋海人が、8月24日放送の、筋トレ、毎週土曜昼1時30分から2時30分、日本テレビ Hulu でも配信、で、ゲストのスノーマンラウールと戸塚純喜とセンスを競った。最強の誕生日プレゼント対決様々なセンスを競う俺が選ぶ最強の丸ゼロでは、気になる相手にへのプレゼントは難易度が高いとして、好きな人に贈る誕生日プレゼントを選び、スタジオに集まった女性40人がジャッジした。誕生日にまつわるエピソードを聞かれると、ラウールはメンバーからもらう誕生日プレゼントが一番盛り上がるんですけど、自分以外の8人から1個のものをと T シャツ50枚をもらったことがあると明かし、安価なものをたくさん欲しいタイプ、とこだわりを語った。